渋谷中級の皆さん、こんばんは。日本は続け、東藤さん、卓球まで取材裁判盛り上がっていきましょう。乾杯さーい。最後じゃないですよ、主催対バンがラストなんでね。でもあれですよね、パワーアップ
と準備期間ということで、また帰ってきたらわちゃちゃのライバル的な、ね、存在に帰ってくるんじゃないかなと思います。みきちゃんとか10倍ぐらいでかなって書いてますか。あ、やばいな、身長が。身長の方がありそう。まあでもね、次のそもそもさんにもっともっと、つながるようにわちゃちゃが盛り上げていきたいと思いまして、今日はもうしっかりとバチバチに上がる瀬戸りにしてきましたので、はい、皆さんわちゃちゃと一緒に、そしてそもそもさんにつなげて盛り上がってくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。始めましょう。そもそもさん、楽屋でわちゃちゃ聞いといて。それでは皆さん、メンバーからたくさんたくさん爆裂もらってください。サクラクイーン。Okay.
これからもよろしくね。声出し OK になります。いつもの日本わちゃちゃの曲から今日限定のアレンジをしました。皆さん一緒に叫べる人はこの曲だけ全力で声出してください。コール最後まで言えるかな。
やっぱりさ、アイドルってさ、入れ替わりが激しい中さ、うん、ここでさ、パワーアップ期間って入れてくれたんですごい熱いことやと思うよ。ねメンバー勇気いることやもん ね、 そうね。メンバー一人心折れちゃってもおかしくないのに、また4人で帰ってきますと、パワーアップして帰ってきますと言ってくれたそもそもに感謝やし、やっぱりあの推してるアイドルがずっといてくれるのって当たり前じゃないなって再認識させてくれたし、しかもそもそもさ、もううちらの期待さ裏切ることないやん。もう毎回楽しいもんね。そう、今そもそも好きな人さ待っとこな、うちらで破壊せずに帰ってこいな。またうちらもまたこうやってそもそもにガチ恋コールできる日を待ってるんで、絶対に帰ってきてください。よろしくお願いします。お願いします。ここで私の生誕祭ライブの告知をする予定だったんですけど、省略します、うん、またツイッター見てください。はい、はい、最後の曲ももちろん様様にも届きますし、皆様にも届きます。最後の曲聴いてください。君とクエスト、
次はそもそもさんで最後にぶち上がっていこう。